みんながチャンネル登録してくれるように儀式をしています。チャンネル登録よろしくお願いします。ひろさん、こんにちは。こんにちは。今日はね、もうフェスが始まってるということで、はい、バニラチームに俺は勝ってほしいんですよ。はいはい、ひろさんも勝ってほしいでしょ。まあもちろんですよ。今回ひろさんにいいことを教えてあげようと思います。いいこと？何？バニラチームが勝つおまじないを教えてあげましょう。なんだおまじないか。そんなに落ち込むことじゃないですよ。別に落ち込んだなんだすよ。ビーコン置いてみ一回。なんで？これがおまじない？いや、おまじないこっからだから。いや、ためが長いな。だってこれおまじないだから重要でしょ、この置く位置は。いや、まあ、大事だけど。大事でしょ、どう考えたって。そのビーコンでね、今ね、重なっちゃってるから。何？ちょっと、それて、それて。重なっちゃってる。あ、だ、ごめんなさい、ごめんなさい。痛い。はい、今からおまじない教えていきたいと思うんですけど、はい、バニラチームを、かつね、ビジョンを持ちながら、ビーコンと同じように回ってみてください。ビーコンと同じように回る？うん。あ、違う、そういう意味じゃない。ビーコンになっちゃった。ビーコンと同じように回るって言ってた。ヒレオさんが今ビーコンになっちゃってるじゃないですか。ビーコンの周りを回ってください。うん、あ、周りを回る。もうなちゃんは言葉足らずなんですから。儀式みたいな。そう俺の間も通るんだね。これ通らないと回れないでしょ。そう外側でいいじゃん。外側で、外側ね、わかりましたよ、うん、そんなに、あ、じゃなんでビーコンの方行かないんだよ。だってビーコンの周り回ってますって。それ俺とビーコンの間で行っちゃってるじゃないですか。あ、うなちゃんのことビーコンだと思ってたわ。俺ビーコンじゃないわ。いいね。イエーイ。カチ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 。